君のことが好きだ、付き合ってくれ。キャップ似合ってんな。誰かの光になりたい。あ、そういう、おお、そっちですか。お前らパンケーキの話すんだよ、ここで。ぶっちゃけありえない、マックスホー。セリフやばくない？みんなどう？被害者のこと何か分かったかしら。ここでね、みんなで写真撮ったの覚えてるわ、友達で。はどうでもいい。みんなどう？被害者のことなんか分かったかしら。見覚えのあるやつが何人かいたぜ。ジェイルで襲われてた人間を街中で見つけられたんだ。うん、見たよ見たよ。となると、やはりジェイルで襲われていたのは本人ではなくシャドウだったということか。そうだね。そういえばそういう話でしたな。 1,2 時間ほど休憩したから覚えてね。妙な感じだよ。妙な感じ。なんか昇進してたね。昇進というか、ご就寝でしたな。全員が全員すげえアリス狂いになってんだよ。怖いよねあれ。借金してアリスのとこの服買いまくるとか普通じゃねえだろ。確かにそういった人々なら渋谷でよく見かけたな。あ、他にもいるんだね、やっぱり。彼氏が急にアリスに貢ぎ出して破局寸前になってるカップルとか。アリスのファンじゃないからって仕事をクビにされた人もいたわね。うん、だね。アリスファンがアンチを襲撃したって傷害事件も起きてるみたいだ。いや、そこまでいくとさすがにやべえな。てか今気づいたけど、双葉キャップかぶってんの可愛い。アリスの人気ってキャップ似合ってんな。ルームみたいなものかと思ってたんだけど、なんか異常だね。そうですね、これはもう完全に伝染ですね。で願いを何言ってんの。適当なこと言ったわ今。願いを抜かれた人間。ああ、そうだね。そうだとしたらこのまま放っておけないわ。うんうん。あ、このまま過激な輩が増えれば取り返しのつかない事態も起こりうる。絶対にこれボートとかすよ。異世界が関わってるんだとしたら止められるのは我が輩たちだけだ。うん、私たちで何とかしよう。しよう。ジェイルに行って、お宝があるのかね。終わったみたいだな。ソフィアちゃん。次はアリス本人の調査か。そうだね。でも情報集まるかね。今日はここまでってことで。明日のアントノのやつがあるけど。三人ともアリスの調査よろしくね。ああ、任せておけ。これで明日に飛ぶんだろうか。あ、飛んだ。夜はありませんでしたな、26日は。おう、どうも。出かけんのか。あんまり遅くなんなよ。あ、こいつ俺を調査しに来てんな、もしかして。指導がカズラかぶった人、名前なんだっけ。長谷川さんだ。マスター、このカレー絶品だな。そりゃどうも。いや、いいね。今日は生放送なんだってな。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。お前はどうだ。あ、前にあいつらおるやん、あの招待カードもらってたやつ。顔出さないの。ペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。ペット静かに頼むぞ。まあこの姿じゃ仕方ねえか。お前らも変に目立つなよ。っていうかもうさ、この姿じゃって言ってもさ、パレス内のところでも無理やろ。大丈夫だよ、見てるだけだから。私も静かにしてた方がいいか。うん、静かにしててください。ちょっと我慢しててソフィア。メディアの音量は最小値でお願いします。来るみたいだぞ。アリスさん入られます。いや、すごい格好。座れるんかそれ。やっぱ超可愛い。 CM 開けます。5秒前4、3。続きまして、今会いたい人のコーナー。はいはい。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストのヒイラギアリスさんです。これさ、
あの4次元ポケットのさ、チャンネル登録者数もさ、これで増やす人の願いを奪ってご就寝する。4次元ポケットが動画を上げたんだ、100億回再生しなきゃっつってよろしくお願いします今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今はめちゃくちゃ忙しいでしょ。おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。あー、もう100点満点の回答してますね。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。すげー硬そうな洋服だよね。全部自分でデザインしたんでしょ。すげー、てか頭の上にティーカップ乗っとる。とても素敵で可愛らしいですね。ほんまにお前を持っとるか。このガキなんちゅう格好しとるんやみたいな女性の嫉妬心に芽生えとんちゃん。この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。服は可愛いよな。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。もうすげえこと言い出したぞ。知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって。この声聞いたことあんだけどな。期待を込めてデザインしました。自分でデザインしたんや。まあこんな服売ってねえよな。されているアリスさんらしい言葉ですね。太ももにポンデリングがついてるよ。そうしたファッションをしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか。私実は引っ込み思案の子供だったんです。学生時代は友達もいなくて寂しい思いをしました。この声マジ聞いたことある。ちょっと気になる。調べていい？ちょっと調べるわ。ちょっと待っとって。アヤネル、アヤネルね。はいはいはい。自分を変えたいと思いながらなかなか変えることができなくて、でもある日お店で素敵なワンピースを見つけたんです。それを着た時まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。あれだよね、キャリーパミパミみたいね。こんな私言えてないけど、変わることができる、そう思えたんです。キャリーパミパミも同じこと言ってなかった？その時のキラキラ、テレビのなんか取材かなんかで。私のように引っ込み思案だった人に届けたい、誰かの光になりたい、それがこのファッションを始めたきっかけです。誰かの光。アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。そんなアリスちゃんだけど最近は彼氏の噂なんかも。あ、下水ぞ下水ぞ。おい、芸能ジャーナリストの芸能リポーターの血が騒いとるぞお前の中の。あれえ、どうした？え、え、こんな唐突に来る？どうしたんだろう、急に黙っちゃって。え、改心させられたこいつに。え、何かの演出？どうやって？何かあったのかな。あの、どうしました？アリスちゃん、俺、あ、君のことが好きだ、付き合ってくれ。うーわー、改心させられた、願い奪われた。超困ってるこんな気持ちは初めてだ、君のことを愛してる。急にそう言われても。これアリスはさ、無自覚なのかね、やってんのは。またまた冗談が好きなんですから。本気なんだ、頼む。ちょっと、あ、私はどうなるのよ。そういう、おー、そっちですか、そっちと繋がってたんですか。奥さんいるんじゃねえのとか言おうとしたら、聞いたよ、先に動いてくれた。付き合ってた。あの人って婚約してたんだよね。あ、そこまで言ってんの、マジ？てかこれやば、放送事故じゃない？だって生放送なんだよねこれ。 CM 入って。で、アンドの横にいるの天ヶ瀬トーマにめっちゃ見える。お願いだアリスちゃん。確実に改心させられとんな。あ、この表情絶対分かってやがるこいつ。絶対分かってやってんな。あれ、生放送だったんだよね。いきなり告白ってのは我が輩どうかと思うぜ。そこじゃねえモルガナ、あれってもしかして。お前らパンケーキの話すんなよここで。アリスに願いを奪われた人なのかな。
そうかもね。じゃないとあんなことしないよね普通。確かにあれはまともな様子じゃなかったな。ああ、強制的に誰かに操られたような。それだよモルガナ。なんていうか、お宝取られて改心させられたみたいに性格が変わってた。確実にそれですね。もしかしたら願いを奪われた人はアリスに操られちゃうんじゃない？あ、すでに奪われてたっけ？もしかして願いを主に捧げるとアリスに操られて。なるほど、辻褄は合うな。さすがアンドノだぜ。だ、単にご就寝させるわけじゃなくて操れるってこと？うわ、精神操作系はやべえよ。つまりアリスは黒だ。やっぱそう。そうに決まってるぜ。アリス言ってたよね、誰かの光になりたかったって。言ってたね。同じ夢。ああ、そうだったね。そういえばそんなこと言ってましたね。前に雑誌でアリスの記事を見て、私ちょっと共感してたんだ。だから社長に頼んで生の声や話が聞きたいって思ったんだけど、あの言葉嘘だったのかな。それが暴走してって感じなのかな。元はそうだったのかもしれないけど、まあね、それが実現できなくてなかなか自分の夢に到達しなくて幸運の手に出たという感じかもしれませんね。面白かった。うん、今の声です。ちょっと楽屋の壁薄いよ。レオパレス、ここ、隠れよ。オッケー。ちょっとアリスさん、ここは一般の方も通る廊下なんですから声を。ああ、俺らのパンケーキ事件と一緒だよこれ。大丈夫だよ、誰もいないでしょ。いるんだよな。それより見た、あの女の顔。ありえないって顔してた。ぶっちゃけありえない。マックスホート、ああいう時にいい表情するんだよね。アリスさん、もうこんなことやめませんか。やっぱ狙ってやってたんだな。何言ってるの、私むしろ被害者じゃない。何をやめろって言うの。理由も方法も分かりませんが。気づいてんのか。あんなことが起こるなんて、あなたが何かを。また痛い目に遭いたいんだ。うわ、これよろしくお願いしますでしょ。許して。あ、もうされたい、されたい体勢じゃん。あーあー、ありがとうございます。ごめん、偶然踏んじゃった。これさ、これアヤネル好きな人にとってたまんないんじゃないのかこれ。ただの偶然。むしろ困ってるの私だよ。うわ、味方するのがあなたの仕事じゃない。うわ、でも元真似みたいに壊れちゃう。モノマネみたいに言うのやめて。まあいっか、思い通りにならないおもちゃには興味ないし。ああ、ジェイルの中で言ってた、この子も同じこと言ってたね。やめて。だったら傷ついた私に昨日みたいに泣いて謝ってよ。土下座しながら鼻水垂らして、また動画撮っとくし。うわ、言い方色っぽいな。言い方がもう色っぽいけども、やべえ。早くしてよ。早く早く出ないとこれ止まんないよ。これさ、これやばくない、これ。セリフやばくない。軽く踏んでる感じじゃねえぞ。このままじゃあいつ、やめなよ。君たちは。そこまでだ、警察だ。やりすぎでしょ。あんた誰かの光になりたいって言ってたの嘘だったわけ。スカートのところにある時計すげえな、すごくかっこいいな。やだな、ちょっとふざけてただけだよ。そうだよね。はい、マネージャー。じゃあ先に行ってて。あ、ちょっと。マネージャー。あなたって
もしかして高牧杏さん？知られとる。私のこと知ってるの？モナがアンドロの後ろでモゾモゾやっとる。モゾモゾやっとる、うん、モデルには詳しいんだ。ファッション誌全部チェックしてるから。私ね、あなたのこと大好きだったの。やばいやばいやばい、友達になるな。私と友達にならない？エマはもちろん知ってるよね。私の友達キーワードは、お断りします。あんなひどいことする人、私は絶対認めない。うーわー、傷つく。でも正直な人って好き。あ、そこの彼はどうかな。私と友達にならない？ぜひお願いします。 LINE 交換お願いします。お願いしますがないじゃん。マネージャーに謝れ。建前だから、ふざけてただけって言ったでしょ。そういえば君って、あ、覚えててくれたんですか。ありがとうございます。もういい、帰ろう。はあ、残念。いい表情するねこの子。でも彼にはカードを渡したはずなのに、どうして私に従わないんだろう。 CG の方はちょっとあれですね、顔赤らめてましたね。ごめん、頭に来て帰ってきちゃった。いやもうしょうがないよ、あれは。謝ることなんてないよ。アリスのことがちゃんと分かったんだから。ああ、アンドノのおかげだ。奴はアンドノに詰め寄られるとすぐにエマを出して友達になろうと言った。それが犯行の手法ですね。エマを使えばジェイルに誘い込めると知ってるのかもな。そうですね。ジェイルに入れて願いを奪って言いなりにさせる。多分それが今起きてることなんだと思う。なるほど、説明がつくわね。でも目的は何かしら。アリスにメリットがあるとは思えないけど。んなもん、カモシダと同じじゃね。そうかもしれない。あいつ人を踏みつけてすごい楽しそうだったし。あ、そっちね。どちらにしろ生放送中のテレビでやる大胆さ。いやすげえよな、暴走してるとしか言いようがないべ。それは普通じゃない。うん、放っておけば被害者が増えるだけだ。やっぱ暴走しちゃうんだろうね、力はね。強すぎる力は責任を伴う。スパイダーマン、もう街でも目立つレベルだな。大いなる力だったわ。なんとかするなら今だぜ。だがどうやってアリスを止める。ジェイルにお宝はあるのか。そうだよね。問題はそこだな。それらしき匂いを感じはするんだが、それがないとどうしようもないよね俺らには。ってなんだ。ファレスを、そういえば知らなかったね。欲望の核だ。力の源と言っていい。我が輩たちは今までそれを奪うことで悪人を改心させてきた。へえ、面白いな。もしそのお宝がなかったら。なかったらどうなるんだろうね。アリスを改心できない。とりあえず今はモルガナの言うそれらしい匂いの正体を調べましょう。少なくとも何か手がかりにはなるはずよ。なんかさ、誠の頭からさ、ディグダがさひょこって出てるように見えるんだけど、双葉の頭のせいで。これディグダでしょ。ディグダ、ディグダ。なぜアリスを改心させる必要がある。なぜって、困ってる人たちがいるから。それならアリスを倒せばいい。改心させる必要はない。いや、ただ倒せばいいってものじゃない。下手をすれば死ぬことだってありえるんだ。死ぬ、それも仕方ない。おっと、過激派ですね。 BGM が止まった。仕方ないってお前。私は人の良き友人だ。人にとって最善の選択をすべきだと思う。ヒイラギアリスは多くの人を苦しめてる。早く倒した方がいい。そうしないのはなぜだ。怪盗の美学。あ、これはちょっと違うな。まあ、それも裏にはあるけど、それを言っちゃおしまいですよ。人は変われる。わからない。理解したいけどできない。私は何を見逃してるんだ。お前の言いたいことはわかるぜ、ソフィア。
所詮は悪党、どうなったっていいって考え方もある。わざわざ改心させるために危険を冒す必要はねえ。だがそれでも我が輩たちは改心を選ぶ。これが我が輩たち怪盗団の信条だ。だな。悪党を倒すのに俺らまで悪党になってどうすんだよ。私たちは人殺しじゃないわ。心を盗む怪盗よ。うん、だから心の怪盗団なんだよね。心の怪盗団。そうか、心か。心か。私には心がない。だから怪盗団の考えがわからないのか。これあれでしょう、そのうち心が芽生えちゃうんでしょう。ソフィアちゃんにも心がわかれば、そうなればもっと良き友人になれる。やっぱ AI とね、心っていうのはね、表裏一体ですからね。もう絶対切っても切り離せないね、ソフィア、タイトルテーマだと思うんですよ。わかった。私は怪盗団についていく。人の良き友人になるにはもっと心を知る必要がある。私を怪盗団の仲間にしてくれないか。いいだろう。心の怪盗団についていけばきっといろいろなものが見れる。私は知りたい、人の心が、怪盗団のことが。私たちの仲間にしてやろう。それはゼアノート、心を求めおじさんだからもう仲間だ。ありがとう。歓迎するぞ、ソフィア。ようこそ怪盗団へ。改めてよろしくね。じゃあコードネームを決めないとね。そうだね。でもソフィアはソフィアでいいんじゃないの。懐かしのイベント。確かにソフィーはね、ちょっとね、ジブリ感ある。 AI、 いやー、白は可愛すぎるな。ソフィーもな、なんか安直。 AI、 うわー、この3つ AI。 もっと可愛いのがいいよ。マシュマロとかブラマンジェみたいな。ブラマンジェってなんすか。お菓子シリーズか。ソフトクリームとかいちご大福は。言いづらいじゃろ。ソフトでいいんじゃないの。緊張感に欠けるっつか、語呂悪くね。うん、モナちゃんと同じ感じはどう。異世界で出会ったのも一緒だし。あ、例えばソフィーとか。ソフィーになっちゃうか。変わってねえし。ソフィーはちょっと、あー、ソフィーか。そっか、私はソフィーがいい。まあソフィアちゃんがそういうならいいか。この世界でお前はソフィアで、異世界ではソフィーと呼ぶことにするぜ。合点承知だ。なんで合点承知の助知ってんの、この子。お前最初に比べると人間っぽくなってね。ネットで学習中だからな、ね、もっといろんな言葉を覚えておく。ような言葉覚えてくるなよ。本当だよ。なんか裏のネットのやつでいろいろ隠語とか調べちゃダメだよ。始めよう。ええ、苦しんでる人を助けたい、それが怪盗になった理由だったものね。それで私も助けてもらった。やられたのは赤の他人だが、見捨てたのでは怪盗の名折れだ。困っている人がいる限り悪に背は向けられない。うん、やろう。誰かが光にならなきゃ。アリス本人のためにも頑張ろう。私は怪盗団についてくぞ。ソフィーが話すたびにさ、あのスマホピコーンってなるの面白いな。怪盗団本格再始動だ。ここのタイミングで再始動するのはちょっとあれだよね。警察的にはお、やっぱりあいつらやっとるやんけみたいなね、感じだよね。固い絆。え、なにこれ、アピールタッチ。あ、なんかいっぱいハリセンリコバーが。え、なにこれなにこれ、ちょ、見せて。バンド機能の解放。絆が強まると様々なバンドスキルを獲得できると。バンドからバンドポイントを使ってバンドポイント。ほう、なるほど。まあそんなんがあるんですね。現実世界での交流、異世界でのバトルを経て上がっていくと。そうと決まれば、まずは準備だ。備えあれば憂いなし、はい、武器や物資が必要になるな。前みたいに買い物とかはいろいろ顔が利くお前に任せるわ。オッケー。うちらも用意しとくから準備できたら集合かけてね。あ、これもしかして